ポール出身。アメリカントップチーム所属。筋骨隆々とした骨格とパワーを持つ。全身に彫られたタトゥーとスキンヘッドが特徴のグラップラー。また、自らを共産主義者及び無政府主義者だと公言し、試合後のインタビューなどでも自らの政治姿勢を語ることがある。オレゴン州立大学とイリノイ大学アーバナシャンペーン校時代に、 レスリングの NCWA ディビジョン1で活躍。その後、ブラジリアン柔術を学んだ。ミネソタ大学、ダルース校で心理学の修士号を取得し、メンタルヘルスの専門家として働いていたが、アブダビコンバットや総合格闘技で成功すると仕事を辞め格闘技に専念した。1997年11月21日、総合格闘技デビュー。 1999年2月、アブダビコンバット 99kg 未満級の決勝でサウロヒベイロに勝ち、優勝。2000年3月、アブダビコンバット 99kg 未満級の決勝でヒカルド・アローナに負け、準優勝。2000年9月22日、UFC 初参戦となった UFC27 でティム・レイシックと対戦し、判定勝ち。 2000年12月16日 UFC29 でチャックリデルと対戦し判定負け2001年4月アブダビコンバットに出場階級を上げた 99kg 以上級の決勝でマーク・ロビンソンに負け準優勝2005年5月アブダビコンバット 99kg 以上級の決勝でガブリエル・ゴンザーガに勝ち1999年 以来の優勝を果たした。2006年4月15日、UFC59 で、マーシオペジパーノ・クルーズと対戦し、判定勝ち。2006年5月26日、グラップリング大会、LA サブ X で、マーシオペジパーノ・クルーズと、再戦し、引き分けた。2006年11月18日、UFC65 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、 王者ティム・シルビアに挑戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2007年4月8日、プライド初参戦となったプライド34にて藤田和幸と対戦、チョークスリーパーで一本勝ち。2007年9月1日、アート・オブ・オーで行われた IFA ヘビー級タイトルマッチでペドロ・ヒーゾと対戦し、嘆きの向上を見せストライカーのヒーゾ相手に、 スタンドで戦うも、パンチレンダーで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2007年12月9日、フィリピンで開催されたリング・オブ・ファイヤーに、ジョシュ・バーネット率いるチームの一員として参戦。ハキム・ゴーラムに判定勝ち。2008年5月18日、戦局初参戦となった戦局第二陣で10年来の友人でもあるジョシュ・バーネットと対戦し、判定負け。 2008年11月26日に、イラク戦争や、貧富の差に対する抗議行動として、ワシントン州議会ビルにアナーキーマーク、ピースマークなどを、スプレーペインティングをしたとして、2009年1月に、ワシントン州から逮捕状が発行された。2009年1月17日、交際女性への暴力及び自宅を破損させたとして、ノースカロライナ州で、現行犯逮捕された。 2009年4月5日、ドリーム初参戦となったドリーム8で、セルゲイ・ハリトーノフと対戦し、ノース・サウス・チョークで一本勝ちを収めた。2011年4月1日、ファイトタイムで行われた、イスク・ MMA 世界ヘビー級王座決定戦で、トニー・ロペスと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年6月18日、 ストリックフォース初参戦となったストリックフォースオーバーム VS バードゥームでダニエル・コーミエと対戦し0から3の判定負けを喫した2011年11月20日ロシアで開催された M-1 グローバルでエメリア・エンコヒョードルと対戦し0から3の判定負けを喫した2012年11月15日 M-1 チャレンジ35で エメリア・エンコ・アレキサンダーと対戦し、ノース・サウス・チョークで一本勝ち。2013年10月20日、M-1 チャレンジ42で、石井里氏と対戦し、0から2の判定負け。2015年2月21日、ロシアで開催されたオプロットチャレンジで、ウラジミール・ネポチャドフと対戦し、ノース・サウス・チョークで一本勝ち。この試合のファイトマネー全額を紛争のあった。 ドンバスに寄付した。二千二十一年一月十二日、引退を発表。二千十五年、ロシア市民権の取得を希望する。二千十六年四月初旬、社会主義を称賛して、ロシア連邦共産党への入党の希望を述べた動画を作成した。まもなくして、ロシア連邦共産党ゲンナジー、ジュガーノフ党首から招待を受け、ロシア連邦議会の会員である国会員のジュガーノフの、 議員室に招かれ、ロシアと世界の共産主義について議論した。2016年4月22日、赤の広場にあるレーニン病で開かれた、ウラジーミルレーニンの生誕を祝う式典にジュガーノフと並んで、最前列で参列した。2016年6月、ロシア連邦共産党スポーツクラブから、国際協力特派大使に任命される。2016年9月11日、 紛争で苦しむ同国の人々を支援するために、ルガンスク人民共和国の市民権を取得したことを公表。モーンソンは、ルガンスク人民共和国に学校を設立している。2016年10月、アブハジアの名誉市民となったことを公表。2018年5月、ウラジーミル・プーチン大統領から、ロシア市民権を与えられた。2018年9月9日、 モスクワ郊外の町、クラスノゴルスクの市会議員に当選した。与党、統一ロシアから順位4番の候補として議会選挙へ出馬していた。ありがとうございます。